ありがとうございます。イカの肉詰め蒸しできました。はい、今日は土曜日です。今日はですね、昨日遅くまでソーシャルの投稿やら何やらしてたんで、もうがっつり 朝起きて出かけて買い物するはずやったんですけど、それがちょっとずれ込んでしまったっていうことでバタバタしてました。で、今日作るのはお家で世界ご飯でやってた目黒にあるタイ料理ミモットっていうお店で、ミモットシェフのイカの肉詰め蒸しタイ料理作ります。ではやっていきます。はい、使用する料理じゃ料理じゃない材料、イカ1杯醤油 180g、 豚ひき肉 200g、 ちょっとないです、これ 200g なくてちょっと少ないですけど許してください。で、グリーンアスパラ2本、パクチーかな2株、ニンニクみじん切り1かけ、胡椒小さじ1/4、タイ醤油または醤油、タイ醤油がなかったら醤油でということで、ナンプラー各大さじ1/2、ナンプラーと大さじ1/2、パクチーみじん切り2株、ねえですね。で、ニンニクみじん切り1かけ、青唐辛子、これもめっちゃ探したやつ1本、最後のやつちょうど使い切りました。ライムの汁も絞り汁ということでライムもありますと、パクチーざく切り適量ではこれで作ります。まずマジックペーストから作ります。パクチー根、ね、2株みじん切り、ここのパクチー香りもすごいけど根がしっかりついてる。これは あもう一つのやつあるけど、そっち入れ植えたやわ。はい、パクチー根、ね、切りました。これと根、ね、ってこれ根、ね、やんね、茎やね、根、ね、やね。ネオじゃんいうの聞いたことない。茎じゃない？なんかちょっと茎っぽい。茎入れてみます。茎っぽい、これこそネットで調べてみたら分かる。パクチーのね、料理、パクチーはやっぱり根が一番香りが強くて味がするっていうので根やっぱり使うらしいです。でもこの見た感じ茎も使ってたっぽかったんで、茎もちょっと入れます。はい、小口切りできてないのもあるけど、ネット茎です。はい、ニンニク1かけみじん切り、はい、ニンニクみじん切りしました。これとこれ混ぜていきます。パクチーの根ですね。ニンニクも入れます。ああ、ありがとう、ありがとう。で、黒胡椒適量、適量じゃない、小さじ1/4。こんなもんかな。これを混ぜたら、はい、こちらマジックペースト完成。グリーンアスパラ2本を輪切りにしておきます。はい、アスパラです。イカをちょっとさばきますね。まずここ、これで引っ張るイカを、今回はこれちょっといらんので、カメラにやる気、ちょっとまあ、しゃべってるから待ってくれる？今回はこれ使わないんで、ここで切り落とします。背骨をこれ取ります。で、板も洗って、触手の先はなんかこれ切った方がいいらしいので、ここは切っといて、ゲソは細かく切っときます。はい、それとこれは皮をこれ剥がないといけないので、こういうのこう皮をこう何ですかね、ここで皮を剥いてあげます。こういう、ゲソとイカさばきました。こんな感じです。で、パクチーのね2株分をまた刻んどきますね。パクチー
はい、ニンニク1かけみじん切りします。ニンニクみじん切りしました。ほったらかし料理っていうのは人気だ。青唐辛子、最後の1個、これ切っときます。青唐辛子刻みました。そしてこれは粗挽きしかなかったですけど、国産豚のミンチを 200g、 これちょっと少ないですけど、うん、お、落ちた。切ったゲソ入れます。はい、切ったゲソ入れます。グリーンアスパラ入れますけど、間違えて青唐辛子入れたらえらいことになります。はい、そしてグリーンアスパラ入れます。マジックペースト加えてしっかり揉みます。はい、そしてこのマジックペーストを加えて、ナンプラー大さじ2分の1。何よけれんの、大さじじゃないの、うん、はい、ナンプラー大さじ2分の1と、タイ醤油もないんでしょうがないんで、我が家醤油がね、だし醤油これ入れます。はい、これで混ぜていきます。はい、混ざりました。とこんな感じです。で、これを肉ダネをしっかりと詰めていきます。滑るな。これシェフはこう握りながら入れてたけど、イカが小さい。こういうイカしかなかったの、しょうがない。菜箸とかも使いながらしっかり奥に入れていくと、スプーンとかで入るか。もう入らんのよ、それ以上。そんなことない、袋が小さい。で、それ丸めて蒸したらいいき。で、これは爪楊枝上の方を止める。これどう伸ばす、こうか。もうそう、それ以上は入らんの。ナンプラー大さじ2分の1かけるそうです。はい、こっちの方メインなんで、こっちにかけますよ。こっちにかけて、一応ここにパクチーの根と、はい、ニンニク、ニンニクと、あ、ありがとう。それと、はい、青唐辛子、あ、ありがとう。しっかり混ぜて、これをかけてきます。しっかりとかけます。はい、こんな感じね。では、これで蒸していきます。火をつけます。これでいいかね、蒸すの。そうよ、火ちょっとある程度温まる前待ちましょうか。上か取ってみて。じゃあそれじゃない、そうそうそう。わけわけわけ、見せて見せて。はい、で待てよ。はい、これ沸き出しました。なので沸き出しましたが、これをそのまま入れるそうです。そのまま入れて、ほんで蒸すと、ほんならよね、これがいらないね。いや、いるやんか。はい、これで蒸します。はい、でこれでスタート。20分蒸します。ちょっと開けてみて、無接中か開けてみて。どうしたこと。おお、出来中やん、無接中。はい、じゃあこれ出します。はい、じゃあまずライムを切っときます。ライムですよ、これで。ライムを切ったら、これ出して、で、そしたらこの出来上がったらライムを絞りかけます。まず、これを出したのを、はい、これね。じゃあ盛り付けます。待てよ、そっち持っていくからね、これ。あ、落とした。あ、最悪。あー、うわ、めっちゃ落としたもん、泣きそう。お皿を持ってあそこへ持っていて元気よ。そこで取らんといかんでしょ。はい、じゃあこれにこの美味しい汁を使います。で、ここにこのパクチーを添えて、宮本シェフ
ありがとうございます。イカの肉詰め蒸しできました。はい、リモットシェフありがとうございます。イカの肉詰め蒸しできました。いただきます。はい、今日の夕食です。はい、これは残り物ですが、そして、はい、これはじゃあのニラ入り味噌汁、それとじゃーん、おうちで世界ご飯、みもとシェフのイカの肉詰め蒸し。さあ、大変でした、大変でした、できました。はい、ばあちゃん座って。はい、いただきます。ニラ入りの、ニラ入りやって、グダグダや。ニラ入り味噌汁どうでしょう。いただきます。うん、ニラの風味がなんともいい、これ美味しい。では、はい、みもとシェフのイカの肉詰め、イカの肉詰め蒸しレシピ、これパクチーも一緒に買うかな。食べてみろ。はい、ではいただいてみます。食べます。これは辛い。肉詰めの味わいで、まただし醤油とナンプラーの味わい、これめちゃめちゃ美味しい。確かに外国料理の一品や。この団子、余った団子だけですけど、これだけで食べてみましょう。これはどうかな。はい、いただきます。この酸味の効いたスープの心地よさ、めちゃめちゃうまい。これはもうほんま、このムシムシした暑い時にええと思うわ。ご飯進むわこれ。ビールとでも美味しそう。いただきます。これはうまいわ。待って、これ青唐辛子は食べる。イカはどう、美味しくない？美味しい。うん、カメムシみたい。どれ、何が、なんかこのパクチー、いや、まこっちゃなんかわかる、わかる。はい、もうその通りみんな美味しいやんけど、このパクチーが。今日はみもとシェフのイカの肉詰め蒸しでした。ばあちゃん、総評と締めお願いします。あ、おばあちゃんにはちょっと辛かった。うん、うん、全然辛さ感じなかったけど、唐辛子ばかり食べたよね。おばあちゃんにはね、これは、うん、男の人の方が好みそうなお味、うん、この葉っぱはどうやった言うてかまんき、大丈夫、言うてかめん、かめん、うちのちょっと待って、ねえ、匂い、うん、これはもう作らないいや、あの、結構使うのよ、外国料理どうこれ、ああ、もういいでしょはい、じゃあどうしていくつでしたか。つけようがない。まあそれはそれで。今日はですね、あのみもとシェフのイカの肉詰め蒸し。いや、そんなに材料さえあれば、まあ結構切ったりとか手は込んでますけど、でも本当に外国料理の味、タイ料理の味。まさかこう普通にその辺にある食材で本当本場の味ができるんやっていうことのびっくり感、あとイカが滑りすぎて詰めづらかったびっくり感、いや味本格的に、この酸味の効いたスープがめちゃめちゃ心地よくて、夏場にもう全部飲みましたけど、本当にタイ料理って感じで、もうしかも本格的な、まさか家でこのレベルができるとは思わなかったです。めちゃめちゃ美味しくて、で本当お酒にも合うし、ご飯にも進むし、すごい夏に心地よい一品ですね。本当ちょっと手間かかりますけど、おすすめです。また作ってみて感想を教えてもらえて嬉しいです。ということで、引き続き我が秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のつまみ、時短レシピは炊飯器レシピ、また巷の流行り、爆速爆安メニューと教えていただけたら挑戦していきます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします、はい、いつもの最後の言葉をお願いします。だから言う、あ、うん、あ、味やし、菓子やし、すべてです。はい、ありがとうございましたでは失礼します。もういい おいちゅうちゃう料理作るのに、よう出てくる気、これはいい
独特の、もう日本人独特の感じる匂い。どんな匂い？カメムシです、ズバリ。食べてみて。けど正直に言わんといかんからね。食べてみて。いや、もういいです。はい。